大学3年で怪我したタイミングでトミー・ジョンをしっかりやってけど体重10キロぐらい増やして結果152まで伸びたのに次の年1回だけ時を戻せるとしたらどの時期の自分にどの知識を教えたいとかってありますか？ああ、俺めっちゃある。怪我をする前に戻りたいっていう感じではなくて、大学3年で怪我したタイミングでトミー・ジョンをしっかりやって小山さんのリハビリのプログラムとかそういうところから体を見直してちょっとやってみたかったなっていうのがある。ああ。どうなるか分かんないけど、ね、小山さんどうですか？俺はもう中2に戻ってとりあえずオスグッドになるまで走るのやめろって言います。なるほど。いやオスグッド未だにちょっとたまに痛くて。え、本当ですか？いや強度高いプライオとかやるとねやっぱたまに頸骨素面が痛むよね。自分は外傷は痛いです。そのなんか正座した時とか膝つけないとかありますけど。ああ、投球障害もそうだけど成長期のね怪我って一生残るからね。大学3年生で急速伸びたタイミングに戻りたいですね。その時にモビリティをやりますか？まあモビリティもやるんですけど体重バカみたいに10キロぐらい増やしてせっかく152まで伸びたのに次の年全然体動かなくて下がっちゃったんで、まず150に出たいい感じの体重でキープしつつトレーニングとモビリティやりますかね、今の知識だったら。もう一回戻すとしたら特に、まあ、いやでもやっぱあれ本当この俺らがやってる活動とかからずれちゃうけど高3夏もう一回やりたいな。甲子園行きたかった。甲子園は行きたかった。あだからそれ俺勝つこととかになんかあんま生じ合わせちゃうとそのあんま良くないのかもしれない。良くないっていうかその、ね、勝ちが全てじゃないみたいなところもあるからさ今そういう風潮あるけどやっぱ甲子園行きたかったなってなるよ自分の年で。それはあるめっちゃ。最後の打席に戻りたい俺。いや結構いい当たりのセンターフライだったの。ワンチャン入んじゃねえかと思ったんだけど俺はそれ入んなかったからちょっとそこに向けてトレーニングしっかり積んであれがセンターにホームラン入るぐらいの打者になって最後の打席に入るっていう、うん、そしたら同点ホームランだったから、うんうんうん、対応しながら